就活もほら、あ、始まんねんからな。このパチンコ屋さんで働いてたら印象悪いってな。帰ろ帰ろ帰ろ。もうママいい加減にして。失礼します。こっちのセリフはいい加減しやんだから。え、あやか、なんで分かってくれへんの、ママの言うこと。こんなとこで働いてたら人生台無しになるね。ママの言うこと聞いとったらいいの。あやか帰るよ。ちょっとおばさん、やめて。何あんたら、こんなギャルが働いてるようなところでろくな人おるわけないやんか。こんな子がいい友達、そんなわけないよ。いい友達なちゃんとしてる人のことを言うの。はい帰るよ。ママいい加減にして。ここで働いたことないの何知ってるん。あやか、なんなん。ここでどれだけ成長させてもらったか、リカちゃんとカナちゃんに出会えてどれだけ良かったか、ママ知らんやろ。リカちゃんは確かに見た目ギャルやけど、人一倍仲間思いですっごい優しい心持ってんの、ママ知らんやろ。カナちゃんはアニメやゲームが好きで声優の学校に行きたいから頑張って貯金してるってこと知らんやろ。店長は私がいつも困ってた時に助けてくれるってこと、事務員のエリコさんはみんなのお姉さん的存在になってるってこと知らんやろ。何も知らんのにここで働いてる人たちのこと悪く言うのやめてや。あやか、わかった。もうママ帰る。好きにしたらいい。失礼します。お疲れ様です。お疲れ様。店長、今日はご迷惑おかけしてすみませんでした。いや、感動したで。ここを去る前に彩香ちゃんの成長が見れてよかったわ。え、店長ここ辞めるんですか。またみんなによう思っててんけど、移動で別の店舗に行くことになってん。そうなんですね。